グリア・グリムスレイはアメリカ出身のバスバリトン歌手。米国ニューオーリンズ生まれ。声楽をロイラ・ユニバーシティ・ニューオーリンズ及びジュリアード音楽院にて学ぶ。1980年にヒューストングランドオペラのモーツァルト・マテキにてオペラデビューした。1980年代に出演したピーター・ブルック演出によるカルメンの悲劇のエスカミー療役にて注目を集める。 その後、1988年スコティッシュオペラでの、サロメでのヨカナーン、シアトルオペラ、ケルンカ劇場、ベネツィア・フェニーチェ劇場、ベルリンドイツオペラなどで、ニーベルングの指輪ボータンほかワーグナー作品のバスバリトン役に出演している。また、メトロポリタンカ劇場をはじめ、シカゴリリックオペラ、サンフランシスコオペラ、ヒューストングランドオペラなどを含む米国内の主な劇場、 および欧米の主要劇場において、トスカスカルピア男爵を務めたほか、マクベス、オランダ人、ヨカナーン、リゴレット、アオヒゲ、ドン・ピザロ、クルベナールなどの小役に出演した。メトロポリタン歌劇場には、他に、エスカミーリオ、テルラムント、アンフォルタスで出演している。日本には、2012年7月に行われた兵庫、県立芸術文化センターの、 佐渡豊芸術監督プロデュースオペラ2012トスカのスカルピア男爵で初訪日している。ありがとうございます。